確かやっぱりゆっくりというか、ゆっくり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 ね、ここからが一番いい、ここからが一番いいんだ。あ、富士山がもう真正面ですね。富士山、ここからゆっくり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 、富士山がこうね、真正面にゆっくり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 で、この海岸沿いを回ってください。またそこ、そこから先のこの先を左、右にカーブしてください。おお、今日はこの県も最高。今日は1月の、4日で、あ、ここですね。はい、ここからバッチリ見ますよ。ちょっと富士山がバッチリ見ます。富士山の今日は富士山ドライビングですね。ここは葉山の柴崎海岸ですね。柴崎海岸です。今このちょうど正面に見ますよ。正面に富士山がはっきり見えます。これが与次郎灯台がこの前にありますね。与次郎灯台、あ、真ん前は伊豆半島、すぐあるね、うん、これをゆっくり回ってくださいね。素晴らしい、ね、出た方がいいんじゃないですか。いいんですか。なんでいい、あそこの突端でちょっと、突端でちょっとストップしてもらえば、対向車もないでしょ。ああ、いいですね。対向車は来ない、後ろからしか来ないです。ここ一発で、ああ、じゃあ海が多いね。この白いな、この正面で、海がいいね、いいね。この正面の横でちょっと止めてください。じゃあ外から、あそこ、あそこ、うん、あれは行った、あ、いいよいいよ、はいはいはい、正面って言うんだよ。 あそこなんだよ。あそこだったら正面ですよ、富士山の正面。来てるけどもちょどこでも止まれます。ここだったら旅行できるから、これ、いやいや、この、曲がった場所だったら、ここだったら旅行できる、はい、ちょっとここに、はい、はい、はい、大丈夫ですね。止めても大丈夫です。よいしょ。はい、ここは柴崎港のすぐ横ですね。こちらが昭和天皇のここが